よいしょ。はい、こんにちは。ちょっと日本酒を缶してますけどね。これは母のお調子セットでいいんですよね。まあセンスのいい人だったんでね、母の残した器で飲み食いするの好きですけどね。さあ、これ文旦、これをこう塩でね、よいしょ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 、この、まあ、まだあの火も高いんですけど、ちょっとこう録画して取りためといた、これはあのぬか漬けのやつですけどね。よいしょ。まあお漬物とか好きですけどね。ちょっと、撮りためてたビデオとか見ながらね。よいしょ。まあパソコン作業しながら、自宅におるときはもう本当に気の向いたように、よいしょ、やりますけどね。明日の夜には、今回短い滞在で、あの3日しか自宅におれんのでね、こういうふうにこれ切るんですね、分担ね。厚く皮を剥くんです。これあの皆さんに見えるようにやってますけどね、本当は下でやるんですよ。ちょっと、サービスで。もう自宅でね、こうやって自宅でしかできんことをやっぱりやらんとね。ほら、こんな、これ文旦って言って、あの、まあ、高知ではポピュラーな、今の季節のこのぐらい、温州みかんが終わって、それからこの文旦ですね。でポンカンとか出て、それであの初夏には、小夏が出るんです。こうやってほら、こんなに厚く切ってもまだね、ほらちょうどいいでしょ。これから実が始まるよというところで、ちゃんと切れるんですね。もう大体わかるから。でこれをね、こう皮辺に沿ってこう深く4箇所縦にね、まあ芯に向かって十字になるような格好で皮にこう、こう切れ目を入れて、それをこう剥くんですね。はい、こういう風になりますね。でこれを器にするんです。これをお皿にしてこれを器にして、これにあの刺し、あ、よだれ出てきた、あのアジとかね、こう背の青い魚の酢の物とか、あいかほんまによだれる、あのを持って食べるのが、香りがちょっとついてね、いい、このラタタ風流でいいのよね、よきに計らえみたいな。でこうやってね、あの皮つけたまま置いとく。まあ、だいたいこんくらいやったら、あのお調子一本軽く飲めるんで、これに塩つけて食べる。これ剥いてね、まあちょっと待っといてね、説明忙しいな。まあ一房こんな感じでこう剥くわけ。これはあの乾くから、これでこう伏せて、こういう感じで、あのテーブルに置いとくんですよ。そしたらほら乾かんから、乾かない、皮がね、美味しいまんまで、なかなか忙しいな。で今これ、よいしょと、テーブルがね、パソコンで、ちょっと魚介類の養殖のこともやるんで、こう網を調べたりとかね、いろいろやってますけど、こういうテーブルの上が、こたつの上がこんな風になってますけど、こうやって、乾かないようにね置いて、よいしょ。
でしょ、いや乾かないように置いて、こっちやこっち、乾かないように置くのがこれや、でこれは剥くんや、これだからこっちでいいね、でこれ器にしてね、こうね、でここに剥いた身を置いて、でこう塩をちょっとつけて、食べるんですね、よいしょいやまあまあまあ、ちょっともう9時からあっちこっち電話して、高知にいてもね、中央省庁であったりいろんな役所と電話して、もう大体こうやることは進めてますからね、食料とエネルギー自給自、あ、今こうやってこう切ってですね、こうやってヘタを切って、分担美味しいですよ皆さん、本当に 食料とエネルギーの自給自足ね、自然エネルギーと農林水産業の融合事業を進めてますんで、だから皆さんに見せながらね、こうまあまあまあ、みかんの皮剥くわけですよ、見えるよね、結構白く飛ぶね、眩しいんやね、こういうふうにきれいに、こう種がね、こうあるんですよ、種がね、こういうふうにきれいに剥くでしょ、ほらこんなふうに、この種を落としてね、これ種ね、ポロンポロンって落ちるんですよ、結構大きな、ひまわりぐらいの、ひまわりほどもいかんけど、こう種が結構あるんで、こんな感じで、ね、結構光が飛ぶね、白っぽく映るね、こうやってね種取るんですよ、ポロポロ下に落としたらいいんやけど、ほら一個のみかん一房にこんな種があるんですよね、え、いや、だから生物として非常に元気ですよね、すっごい やる気満々ですよね本当に、もう種残すぞみたいな感じでね、ほんとよっぽど生命力強い、でこうやってこう綺麗にくるりんとこう向けるわけですよ、あおー、こうしてました、でこれをちょっと塩につけてですね、シュワッと、この食感はまあグレープフルーツのちょっとこうしっかりした硬さのある形ですけどね、まあ、これでお疲れ様です、仕事の合間に分担で物資はありがとうございます土佐の味やな、もうこれでね、ちょっと塩をつけてね、酸っぱい塩の甘み、独特のこのブンタンの香り、爽やか、まあ僕にとってみたらグレープフルーツの和風ですよね、いやいや、グレープフルーツの仲間で緑のスイーティーってあるでしょ、美味しいけどね、あれを甘くなく香りを、酸味をこう僕好きにちょっとこう酸味が強くて、でこう香りがねツンとこうレモンに近いぐらいの、こう本当にレモンに近いぐらいの柑橘類のすごくいい香りがしますね、いやこれ当たりや、美味しい、いいな、いやうまいわ、
手で大体もう包丁とか使わずにね、ちょっとポロポロポロこう種をこうポロ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 取りながらね、こうこう見えんよなこれ、こういう風にポロ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 取ってね、こうほらやっぱりこんだけ出るからね種が。こう綺麗に剥けるんよこうやって。本当にね、ポロンポロリンって剥けるんです。これ皆さんに見せてるから難しいけどね。手元で普通にやったら何の造作もなく、まあ、ここってくっついたら食べればいいね。うん。ね、こういう形に剥けるでしょ。これに塩つけてちょっと。うん、ああこの酸味が、ええー、わげろ、ええー、うまい、ああ。本当にこう、レモンに近いこう香る気がね、立ちますね。ツンプンと匂うじゃなくて、こうツンとこう、ツンとこうシャキッ。うん。まあ感覚的には本当にこうレモンの香りに近い、レモンの香りとはちょっと違うけども、感覚的にそういうこう香る気、香気の立ち方がね、でレモンのこの外側をレモンの白いね外の厚皮をかじった時のような苦味なんだけど、その苦味がこう爽やかな苦味というかな、旨味のある苦味なんですよね。大好き、うん、本当にこれをね、こうやってほら今綺麗に剥いたでしょ。これ種を取ってね、この種を取るわけですよ。こうやってね、よいしょ、こうやってね種を取ってね、こうなんでしょ。これをね、もうちょっと3つぐらい剥きますよね。いや本当にね、これに菜の花の白和えとかね、こうイカとわけぎネギのぬたとかね、こう青いさ、まあ、例えばイワシとかサバのナマスね、酢物、そんなものがこう綺麗にこう盛り合わせてでもって出てくると、これたまらんよね。お前はお前飲んじゃるわい、わかったわかった飲んじゃるわと言うみたいになるわね。いや本当にこれは都会でもやったらいいと思うけどね。分断なんか どこまでも輸送できるからね。これ木から取っても木からもいだら新しいうち食べてダメなんですよ。ちょっとえぐみがあるから、木の箱に入れてね、でむしろかぶせてるのかな、まあこうちょっとこうなんていうの
納屋の暗がりみたいなところにしばらく置いとくんですよね。うん、熟こう取りたてはえぐみ苦みがあるんやけど、それをこう熟成させるっていうね。だから木から落ちてしばらく熟成して美味しくなりますよっていう実なんで、これ今3つぐらいこうやって盛り合わせましたけどね。これにが合うんやね、これがね。いやー、ほんとほんと、まあとにかくこれに焼き鳥でも何でもええから、ちょっとつまみがあってやったら、まあ、今ちょっとこれコーヒーブレイクですからね。あ、野原さんこんにちは。まあまあ要するに仕事の合間に、もうじき3時ですから、皆さん3時のおやつ食べるでしょ、まあ、そういう意味合いでちょっとまあ日本酒1本つけようかなと。もう大人やからね、大人のコーヒーブレイク。ちょっとこう仕事疲れの脳みその栄養補給のためにね。とにかく何でも理由つけてるもんやけどね。こんなもんよ、んなもん。また俺の仕事の仕方は、外行ってね、人会う時でも、え、あんたコーヒー飲むの、俺ワインでいいとか言ってね、もう午後になったらもうランチを食べて3時とか4時に人に会うじゃないですか。そしたらもう打ち合わせとか言ったら、みんなコーヒーとか頼んだら、いやいや、もうこの時間にコーヒーとかなんだら、死ぬワインでいいとかね、生ビール頼んでいいとかって、もう僕一人酒飲んでますけどね。もうでも、もう最近はあんまりしぶとに酒飲まんと、早うに酔っ払って終わり。もう全然長いこと飲めんわ、体力がない。やっぱり運動して体鍛えんとね、酒も飲めんね。ようなった、ほんまに。よいしょ。これがね、よしと。これをで、ね。するでしょ。ちょっと待ってや、私がやっぱり藤島は料理人やなというか、料理もやるんやなというところをちょっと見せますからね。こうやって剥いてね、よいしょと、片付けながら、ちょっと待っててね、よいしょ、はい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 、よいしょ。
これでいいんやね、これで。よし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 、これこれでどうや、はい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 、よいしょ、よ、できましたよ。でまあこういうふうに、これね、はい、こういうふうに私の今日のコーヒーブレイクね、はい、お調子と、こういうことですね。まあこれ市販の、スーパー半額の 安売りのイカの串ですけどね。で剥いた分担には塩、それで日本酒ですね。いやーたまらんねお前、どうせ言うねお前いや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 、これですわね。こんなもん出されてね、今自分で作ったけど、もうこんなもん出されてパパッとこうこんなもん用意されてね、どうぞみたいに言われた日にはもう、うん、良きに計らえみたいな苦しゅうないみたいな感じで食いってやってもそのまま終わりやねそのまんまもう飲み明かすでしょうね。じゃあいただきます。もうやもうもういただいてるけどね。まあ皆さんもやってください私のコーヒーブレイク、大阪の西岡さんみたいにこうキュキュってこううまいこと音を立てたいけどね。この文太にね、この塩が潔いね、こうちょっとつけてね、これをこう、うん、もう最高に僕の好きな味のバランスね。酸っぱい、ちょいしょっぱい、レモン系のツンとした香りと、このなんというかな、頼りなくもこうプチプチと弾ける、うん、だからあの、うん、何この感触がプチンプチンとこう弾けるのよね。結構みかんとか グレープフルーツみたいにあのザクッといっぺんにいくんじゃなくて、結構あのなんというこのね、ほら、あの構造的にはこうあのフカヒレみたいになってるから、そう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 、フカヒレと同じような構造になってるから、あのフカヒレのような歯ごたえはないけど、あれをこうまあ、うん、缶詰の食感はね、フカヒレと普通のみかんの間ぐらいの、でもこうシャクシャクでもないけど、こうちょっとこうプツンプツンとこう口の中でこう切れていく、そのたんびにこう香りが立つというのも最高。これおいしい。
まあ本当自宅ではこれがこういうことはできるからね。もう飲みとうなったら飲んで寝転がってでまた仕事に、まあそんな感じですわ。これあのわざわざ西岡さんの前にしてキュッキュッて音を立てて飲みたがるんやけど要せん。ほんでついでにこのこれね、まあ市販の威嚇しやけどこいつが悪いんじゃなくて多分ねものすごくこう苦く感じるんやね。照り焼きがどうかなかと思ったけどまあありますね、塩焼きの方がもっと合うかもしれんけど、まあということで、父さんの分担で酒を飲むと。おあの文旦美味しいですよこれね、これ半割やけどこういう風に厚く剥いてね、いやいいな、このこれねよ、ちょっと塩つけてね、これをこうほぐして、まあほんと小肌なんかとこうちょっとあえてもうまいんかな。あえない方がいいのかな。脇で脇まとまあ。はい、ということで、高知の自宅でね、コーヒーブレイクはこの土佐の分担、これを塩でね、でイカの串焼きと日本酒でやってみました。じゃあまたできる時放送します。